はい、今回はフォルクスワーゲンパサートバリアント TDI エレガンスバイライトシルバーメタリックに試乗してきましたんで、そちらの方お話をしていきたいと思います。要は2000cc のディーゼルの、一番下のグレードですね、エレガンスっていうのはね。で、マイナーチェンジ後のフォルクスワーゲンパサートバリアントということですね。マイナーチェンジでですね、完成度がね、増したという噂を聞いたんでね、ちょっと試乗してきました。今回ね、一番下のグレードなんですけどもね、一番下のグレードと言っても、もう質感はね、十分でしたね。質感は十分です。ね、内外装ともにね、テールランプもやっぱ LED で、ね、かっこいいですね。はい。FF ならではのね、この室内の広さがありますんでね、このクラスのうちのは大体 FR の車が多いですんで、広さ的にはね、かなりね、有利だと思います、ね。ここが気に入って買う人も多分ね、いるんじゃないかなと思います、内装もね、すっきりしてますよね。意外とね、このピラーが細くてね、意外と乗りやすいなと思いましたね。私の1シリーズもうちょっと太い感じしますよね。とね、四角が多いですね。非常に乗りやすかったです。ただね、ここにですね、時計がなくなっちゃったのが残念ですよね。アナログ時計がね、その辺がね、ちょっとコストダウンなのかなんだろうか、ね、そこら辺がちょっと残念だなと、ね、いうことあります。全体的な、バランスは悪くないですね。非常にこういうふうに高級感のあるね、内装なんですけども、ベンツとか BM とかアウディのいる方のね、候補に上がらないのかね、そういうのはね、残念ですよね。ちょっとね、非常にね、いい車ですけどもね、なかなかね、いい車の割にはちょっと人気がないっていうのがね、そこら辺がちょっと残念ですね。非常にこのいい車ですけどね、サイズ的にはですね、ゴルフよりもかなり大きいです、ね。ですんで、大きい方がね、有利性がありますよね。乗り心地とかね、重さがあるもんで、逆にね、乗り心地が良かったりと、ホイールベースも当然大きいですので、ゆったり走りますけどね。なのでゴルフでもね、かなり完成度があるんだけども、さらにびっくりするぐらい、なんで2ランクぐらい上ですよね、ゴルフのね。そんなイメージがね、ありますね。はい。あとですね、マイナーチェンジ後のね、内装もね、外装も、オーナーじゃないとなかなか分かんないのかな、ね、特にね、外装なんか ね、なかなかパッと分かる感じではないです。ただ内容はね、私もオーナーじゃありませんけども、乗って分かるぐらいのレベルに進化してます、ね。特に初期型とはかなりね、違いますよね。ディーゼルなんかも入りたてと2回ぐらい乗ったことありますけども、今回乗ったのが一番スムーズで良かったですね。もうディーゼル乗ってるっていう感じしないですよね、この辺のディーゼルはね。すごいですね。窓を開けてよーく耳を澄ますと、ちょっとディーゼルっぽい音するかなと、ね、いうことですけども、エンジンのね、フィーリングとかね、非常に完成度が高いです。やっぱね、このマイナーチェンジ後で一番ね、分かりやすいのは、この DSG のトランスミッションですね。なのでね、走り出しがね、ちょっとね、こう滑る感じがするんですよね。なんです、
通滑る感じってあんまりいいイメージじゃないんだけど CVT みたいに、そうじゃなくてあの DSG 値のあのガッていっちゃうようなね、デュアルクラッチトランスミッションのこのミッション車のようにガッとクラッチがつながるんで、まあゴルフより下のクラスだったらね、いいんですけども、あのこのパサートにはどうかなとね、こうスーッとね、スタートしてほしいところがグッといっちゃう感じはあったんですよね、前の方というかマイナーチェンジ前はね、ですんでこれがねスーッとこう滑るような気持ちよくいくってところがさ、ね、まあ DSG 乗ってるっていうのを忘れちゃいますよ ね、オートマみたいな感じです。なので、まあ他のねメーカーはですね、あの DSG 使ってないですよね、このクラスね、 BM の3とかね C クラスなんかね、やっぱトルコン AT 使ってるのも分かりますよね。これ DSG はやっぱこのクラスには向いてないかなと思ったんですけども、あのやっぱこの車乗るとですね、あの DSG のセッティングでいかにどうにでもなるってね、この DSG の出始めにフォルクスワーゲンがねアナウンスしてましたけども、あ、これがこういう意味なのかなってね思いましたね。あとですね、まあ、あのサスの感じもやっぱこうセッティング出てます、ね、こう煮詰めた感じがありますよね、さすがにね、この辺がやっぱなかなかね、なんで前の前期型のね、とか初期型でも、まあ、意外と完成度は高くしてできたなと思いましたけど、まあ、オイルベースが長いもんでねそんなに気にならなかったですけども、まあ、これ乗っちゃうとちょっとね、前期型というかね初期型の方は突っ張ってたかなと、ね、そんな感じがしましたね。まあこれ乗らなきゃそんなにね気にならなかったですけど、やっぱこれ乗っちゃうとねちょっと荒が分かっちゃうんですね、前期までのね。で、若干ねハンドルが軽い感じにしましたけども、まあこのクラスのハンドルって意外と軽いですよね。先ほど言いましたようにベンツとか BM なんかも私の1シリーズなんか意外と重たいんですよね。コンパクトカーって意外と重たくドイツ車っぽく作ってありますけども、3シリーズとかね、C クラスは非常にハンドル軽いですんで、まあ、このクラスとしては、まあ、標準なのかなとね思いました。はい、あとですね、まあ、総括で言いますとですね、まあ、非常にこれね、完成度高かったです、ね、ですんでこうね、まあ年次改良を、ね、するメーカーっていうのは、まあ、できるだけね初期型は避けて中期、まあ、できれば中期以降ね、まあで一番本当にいいのは最終型を狙いたいよっていうふうなね、いうのがね鉄則がありますけども、まあそれがね、分かりやすく出てる車かなと思いました。まあまあ最終型じゃないんでね、最終型がねどんな車になるか分かりませんけど、まあ、非常にね、マイナーチェンジでね好印象を私も受けましたね。まあ気になる方はまたね、フォルクスワーゲンで試乗してみたらいかがでしょうか。はい、それではね今回の動画は以上になります。